カースマルツーは、イタリアサルデーニャ地方のチーズの一種。別名カースモッテ、カースクンディード、もしくは、イタリア語で、フォルマッジョマルチョとも呼ばれる。その特徴は、生きたウジが入っていることである。カースマルツは、サルデーニャ語で、腐ったチーズを意味する。日常会話では、ウジ蒸しチーズ、蒸し入りチーズとして知られている。元は、ペコリーノサルドというチーズである。カースマルツーの熟成は、 チーズバエの代表種パイアフィラ KCE の幼虫の接触に伴う体外消化により通常の発酵を超え知らないものが見れば腐敗と思う段階まで進む製造段階で意図的に成虫に卵を産み付けさせるためペコリーノにこの幼虫がつくチーズバエの活動は高レベルの発酵とチーズの脂肪の分解を促進するチーズは非常に柔らかくなりサルデーニャ語で 涙を意味するラグリマと呼ばれる若干の液体が滲み出す。幼虫それ自身は長さおよそ8ミリメートルほどの半透明の白い虫である。この幼虫は触られると最高で15センチメートルほど飛び跳ねるため、チーズを食べるときは目を保護することが推奨される。食べる前にチーズから幼虫を取り除く人も幼虫ごと食べる人もいる。 ウォールストリートジャーナルの2000年8月23日版で、ヤロスラウトロフィモフはこのチーズを次のように描写している。舌をヒリヒリさせ、体の他の部分にも影響を与えるかもしれない、粘着性で刺激性のネトネトした物体。スイザン・ハーマン・ルーミスは2002年に、グルメザシボンアップティで、カースマリツーとの遭遇を次のように報告している。彼は、 サルデーニャの伝統的なタイラパンパーネカラザウを一枚掴んで柔らかくするために軽く湿らせてからサイドテーブルの上の大きいガラス容器のところに行った。彼は容器を開けて濃厚なクリームのように見えた何かの塊をすくい取りパンに挟んだ。彼が食べ終わった後私は何を食べたのか彼に尋ねた。すると彼は私に見せるために立ち上がった。 容器の内部にあったのは小さい白い虫が動き回っているペコリーノだった。このチーズについて噂を聞いたことはあったが、こんなに近づいたのは、これが初めてだった。彼の友人の曰く、これがフォルマチョマルチョ虫入りチーズだ。これは、珍味でサルデーニャ人の羊飼いに贈るなら、最も素敵な贈り物だ。このチーズは、サルデーニャのパンと強い赤ワインであるカンノナウと一緒に、 食べるのが一般的である。カースマルツーについてはいくつかの食品安全問題が提起された。前述のように、カースマルツーは人に健康障害をもたらす恐れがあり、また汚染された食品であるとみなされているため、欧州連合の食品規制上、カースマルツーを売るのは違法であり、摘発された場合は、高額な罰金を払わないといけない。しかし、 サルデーニャでは近霊を守られていない人もおり、闇市ではペコリーノのおよそ2倍の価格で取引されている。イタリアの他の地域にも次のような生きた昆虫の幼虫を含むチーズが知られている。ピエモンテ州、特にフランス国境のアルプス産脈では発酵方法は必ずしもカースマリ通に類似しているとは限らない。例えばパイアフィラケイシーの幼虫が チーズに自然に湧くまでチーズを戸外に放置し、それからチーズに強い味をつけ、また幼虫が羽化するのを防ぐために、白ワイン、ブドウと蜂蜜に漬けて熟成させる。ありがとうございます。